するしない？どうも、ひなたいこです。ひなたの部屋ということで、今回は村上純プロがゲストです。村上さん、だらだらちょっと一緒にプライベートトークをするだけのコーナーなんですけど。うん、いいよ。ダメなワードとかダメなトークって何ですか？いや、ここで言ったら使えないじゃん、ダメなワード。それ以外のやつだったら。恋愛も大丈夫？うん、何にも NG ないね。お金は？広げで生きていく。お金は？お金も貯金額別に言ってもいい。いや、ちゃー、貯金額いける。そこにあの手帳あるんだよ。手帳じゃなくて何だっけ？通帳？うん。え、それ何？一個口座派？うん。そうなんすか、分けないんだ。普通口座分けんの？私分けてます。うわ、金持ちだね、きっと。いや、金持ちじゃないの。俺、そんな分けるほどねえもん。違うの、分けるほどアイコなんか絶対ないんですけど、あの貯金ちゃんと分けとかないと何にどうなってるか分かんなくなってくるじゃないですか。いやー、下ろしちゃったりすると。いや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 、だって逆に1個の方が分かりやすくない？いや、もう貯金のやつは絶対もう触らないって決めてるんで。触らない？どういうこと？あの、もう入れる以外は絶対そこは動かさないっていう。あの、あ、貯金貯めるところは定期やってます。定期やっちゃってんだ、うん、ああ、でも金持ちだ。いや、違う、定期とかできないわ。その日暮らしみたいな感じ。これありえってみたいな。あれ借り返し。違うな、そう、その日暮らしじゃねえ。でも、違う、絶対村上さんの方がゼロ1個。ありえない、ありえない、マジで。ありえない、ありえない、ほんとに。え、だって貯金額も。ちょっと、俺だってほら、子供がいた時代があったじゃん。そうです、今もお子さんもいるんだけど。子供がいたけど、一緒に暮らした時代はご結婚されてる時期が時期はもう、ほんと年間単位ですごい額がどんどん減ってたから、もうそこでほぼ流れちゃった。なんでそんな泣くなの、こんなに働いてるのに。元嫁の金遣いがすごくやばい。どんな人だったんですか？どんな人？ファンキーな人だったよね。モンキーなだった。ファンキーモンキーベイベーだったね。使えんのこれ。大丈夫だよ。しかもファンキーモンキーベイビー、ちょっとあれ、かかってるし。そう、いろいろかかってる。金遣いじゃない方がいい。いや、うまいうまいうまい。二度掛けだよ。二度掛けだね。うまいうまい。そうそう、ファンキーすぎて、まあ、本当大変よ。うまくそれでいかなくなって。まあ、そうね。うまくいかないって。俺はうまくいかそうとしたんだけど、向こうが崩壊させようと。壁をずっと壊してたから、向こうが。ベルリンの。そうそうそう。まあ、でもベルリンの壁も崩れましたからね。まあ、崩れるよね。でも結構7年ぐらい耐えたからね。あ、すごい、ベルリン。俺の壁結構厚かった。7年頑張ったんだ。そう、頑張ったよ。麻雀プロになろうと思ったきっかけはいつなんですか？きっかけがいつっていうか、なんだろうな、麻雀プロ自体はもう中学ぐらいからめっちゃ好きで、俺なんかあのパイプシューとか買ってたからね。あれでしょ、あの映像がないからみんな、そう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 、何持ってきた、何切るっていう図面だけ見て、そうそうそう、図面ね、将棋でいう棋譜みたいなんですね、うんうん、将棋の人が棋譜を見ながらふむふむっつって、電車の中とかでこう頭の中でこう並べるわけよ、将棋の駒、うん、それを麻雀バージョンでやってたから、まあそれはずっと好きだったんだけど、別にそれ目指すかどうかは全然決めてなかったんだけど、まあやっぱ麻雀のめり込んじゃったんで、大学2年で、まあ、プロテストを受けたんだよね。うんうん、大学2年。そうそうそう。いくつですか？え、大学2年。二十歳ぐらいですか？俺一浪してから18が高3でしょ。21。19が浪人生で、20歳が大学1年。大学21だな。うん。それで大学に21のぐるっとまあ2月かにプロテスト受けて受かって、大学3年から C2 リーグ。最高位戦 C2 リーグ、うんうん、だった。あの時のプロ試験って。うん、どれぐいぐらい受かんないって聞いたんですけど。ね、ただ俺らが受けた年からちょうどね、その妊婦さんと井出さんでさよならしちゃったわけですよ。あ、あの時か。パカッと、そうそうそう、妊婦組と井出組、はいはいはい、パカッと、うん、構想があって、うん、なんかそうでしょ、うん、そういうのがあった年の次の年俺だったの。あ、だから妊婦組はいない時だ、構成員がいねえっつって大変だ、大募集かけてたから、うん、その年のプロテストはまあまあ受かった。でもね、何十人もいて20人とかかな。だから一応今よりは厳しかったかも。え、厳しいですよね、うん、なんか多分は、まあ、でもそれでもね、やっぱ4割ぐらい受かったんじゃないかな。それまでは本当に50人いて2人とかめっちゃ厳しかった。ペーパーがっていうよりか CO っていうのがあって、そのまあ G リーグの下にもう一個なんかリーグ戦があったみたいな感じ。その中で2人しか
プロになれなかったんだけど、その年から研修みたいな感じですか。うん、まあそういうふうには呼ばれてなかったけどね、CEO っていうのはプロテストのことを CEO って呼んでたのね。それが超厳しかったんだけど、その年からそれがなくって、ただね、結構やっぱ実技もなんかちゃんと上の方にいないとダメみたいな、結構そういう厳しい感じはあったけどね。数回の試験、そう今の中で運だよね、完全に。でもその当時は筆記がありきで、筆記がまずね良くなかったらね、次の日来れない。2日でやってたの。君はもう今日でいいよみたいな。そうそうそう、まず筆記と面接やるんだよね。オーディションだね。そう、でも筆記と面接がダメだったらもう試験、あの麻雀打てない。パイ触らせてもらえない。もらえないの、もらえない。ひなたすぐ触れた。まあそうでしょう、だって1日でやってんだからそうそうそう、まあ、今と全然違くて、その当時は、まあ、人数も多分本当に100人近い時もあるぐらい多かったし、で、1日目はじっくり筆記と面接だけで、うん、そうそう、そう、本当そうなの。最高裁も人気の時代があったのよ。今だって人気でしょ。まあそう、でも今は30人ぐらいだから、ね、でも年に2回もあって結構受かるからね。そうそうそう、今は100人のうちにさ、だって5人受かるか受かんないかのことよりも今は受かるじゃないですか、まあね、今はね、まあ、昔ほんと100人までちょっと言い過ぎたけど、でもなんか何十人とかいて、まあ多分10人とかぐらいだったから、昔の方がやっぱ厳しかったよね。でも俺が受けた時は多分ちょっとね、あんま正確じゃないからこれ間違えたら申し訳ないんだけど、まあ、とりあえず何十人かいる中の20人、60人ぐらいいたのかな、多分ね。の合格が20人。20人ぐらいで、しかもそれはやっぱり筆記をクリアした次の日に、まあ、バージャー打って、それも上位なんか20人に入んなきゃダメみたいな、だ結構その運で決まってて、そうそうそう、その厳しい戦いを制し、なったってことですか。まあ、厳しい戦いっていうか、半茶4回でちょろっと勝っちゃいいから、まあ、でも上にいなきゃいけないです。そうだから運が良かったってことだよね。だから筆記もできて、筆記1位だ。え、すごくない。すごい、そう、自慢し、これは自慢です。絶対難しいですもんね。多分98だと思う。あれがあった、しかも一般教養。一般教養間違えたんですか。いや、一般教養多分全部あった。何を逆に間違えたんですか。ね、まずどんな問題だったか記憶にない。へ、今や料理は全然なんかでもあのパイ効率とかが少なかった。あ、うん、何種何パイとかあんまなかったし、何待ち何点とかはあったけど、麻雀問題は全然今のが難しいと思う。へ、で今みたいな麻雀パズルみたいなのないからさ。ああ、なんかもう、うん、そうそうそう、ややこしいやつ、ね、ややこしいやつないから、点は取りやすかったと思う。そんな時の同期って誰なんですか。同期は誠一さんだね。近藤誠一、我らが近藤誠一、はい、連覇やろう、最高位3回、そう、鼻の、俺も3回、あ、そうだ、一緒だ鼻の何期、何期なんだっけ、22か3だな。え、何期村上さん、22、本人いて期が分かんないってこんなことある今43期でしょ。43で多分ね、22じゃねえかな。にゃんにゃん、にゃんにゃん覚えとけよ。だってこれ忘れちゃうんだよね。あと親が生まれた年、超覚えやすいじゃん。なんか俺が何期かっていうのと、お父さんの生まれた年忘れちゃうんだよね。お父さんの生まれた年聞いてないけど、何とか忘れちゃう。お父さんの生まれた年聞かれることって少なくないですか。ないけどさ、父さんがあれ何歳だっけって時にいつも1個か2個ずれるんだよ、ね。あいこいつもお父さんの年齢を確認するときは、新津清と一緒ってやってよ。ああ、わかりやすい、はい、で、なんだっけ。あ、同期同期、誠一さんと、うん、まあ、他にもね、今まだ麻雀界にいらっしゃる方は言った方がいいよね、うん、渡辺陽子、誠一さんとか陽子さんが同期で、うん、花の22期だったわけですね。まあ20人いたしね、うん、なんか聞いたんですけど、うん、試験会場だかリーグ戦会場に、うん、なんかギターベース、あ、俺の話、それプロテストね。プロテストの初日に、うん、その時はほら2日制だから、初日は筆記と面接だったの、うん、で、一応ね、なんて言うんだろうな、筆記の問題とか練習とかめっちゃしたんだけど、その当日どういう感じかって全く知らなかったから、うん、で、なんて言うんだろうな、まあ、とりあえずまずスーツを着なきゃいけないとかもそういうのもちょっと分かってなくて、うん、もうおバカだね、うん、アホです、そう、アホですね、うん、で、ちょっとね、ライブがもう迫ってたの。待って、これまずライブの説明してくれないと。バンドやってたから。あ、バンドやってた、そうだ。バンドやってて、ライブがもう目前で、やべ練習しないとまずいぜってなって。マージャンの試験もあるし。そうだから。ライブもあるし。サンシャインで、うん、あのプロテストだったんだけど、サンシャインの近くの池袋のスタジオを撮って、午前中ね、うわーって練習。やってた。
から来て、その後に、じゃあ行ってくるわっつって、うん、俺試験だからっつって、そうそうそう、ギター抱えて、うん、革ジャン着て、そんなやついる？ベルトトムとウエスタンブーツで会場行ってでもね、そんなにね、私服の人もいっぱいいたけどな、その年ったら。で、筆記やるじゃん。で、面接坂本さんだったのダンディ坂本さん、はいはい。で、面接もね、ハキハキと答えて、うん、そういうの得意だから、うん、でも、最後に明日スーツ着てこいよって言われて、うん、はいっつってそういう感じでした。すごくないですか、今の世の中でね、プロ試験で、まあ、私服、男性で私服はいないし、いないね、その時に返されるまである、うん、ギター背負っちゃうのもいないし、やばいよね、はい、うん、ウエスタンブーツって言われてもやばいですね。ウエスタンブーツわかる、わかりますよ、わ、うん、かるけど、最近履いてる人はあんま見ないですか、ね、最近はいないけど、はい、その当時なんかバンドね、流行ったんですか、なんかギタリストがやっぱでも革ジャンだよね、革ジャンだよね、あの なんていうんだろうメタルキッズみたいなのがみんな似たような格好してて、だいぶワックスつけてね、どこに頭に、えいやいやいや、あのメタラーはあのヘッドバンキングするから、あそっか、髪はちょっと長くてサラサラを、ね、で俺はロングだ、ロングだ、ロングではなかったけど、まあ今よりはだいぶあったんです、ね、そうそうそう、ロングではないけど、こう振ったら髪がこうワッサワッサするぐらいは。そのバンドはあのそっちでやりたいっていうのなかったんですか？いやでもね、結構大学、それ今大学2年の話じゃない、もう結構そのバンドサークルの中ではまあまあそのなんていうんだろう、人気のあるバンドだったのね、うん、でもね、ベースが超イケメンだったの。あ、そのそうそうそう、バンドの、バンド仲間のベースが超イケメン でなおかつドラムがすげえ上手くて、うん、しかも超才能あるやつで、それを後にDNA 取締役になったからね、やばくね、え、すごくない、すごい、すごいっしょ、あのバンド結構すごかった、メンバーがな個性的でかっこよかったもんか。で、ギターのやつが超うまいの、ギタードラムがうまい、ギターがうまい、ベースはあんまりわからないけど超いけない、うん、で、俺だけ普通の人だったね、そうだね、そう、うん、でも俺歌ってたからね、うん、っていう、なんかまあまあ人気あるバンドだったから、いや、本当になんか跳ねたらいけるんだねみたいに思ってはいたよね。でも、麻雀プロにはなりたかった、なんかそれもね、あんまり麻雀プロ一本でやるぞっていうよりは、なんだ、その当時働いてたあの山崎和夫さんの店、タヌ、うんうんうん、で、まあ、プロテストの募集のポスターがあってさ、うんうん、で、そのタヌの近くにポリエステルっていう雀荘があったんだけど、うんうんうん、そこのオーナーが川本さんっていうんだけど、うん、もう最高線やめちゃったんだけど、で、まあ、その川本さんと親方も仲良くて、で、俺その親方のところで働いてて、で、川本さんとちょっと仲良くなったの。そしたら、岡部君、うち受けないとか言って言ってくれて、え、マジですか、楽しそうっすね、やりますって、そんなのに。で、その時に一緒に働いてたの、長村君っていうのが、知ってるおさん、うん、知らないか、うん、まあ、最強戦っていうのを、もう、何年前だろうか、19年前か18年前に取ったの。で、まあ、プロ入りして2、3年目に最強戦を取ったの、優勝。すごいですね。デジタルの申し子っていう、キャッチフレーズを。知らないのか。今は最先端のデジタルが、あ、その時に多分初めてデジタルって言葉で、多分馬場さんとかがつけたなと思うけど、まあ、おそらくは俺デジタルの面白いぜって言ったわけじゃなくて、あの優勝したらその近代麻雀の教師とかにデジタルの面白いお侍大優勝みたいな見出しがバーン出て、まあ、その時結構一躍時の人になったんだよね。まあ、だからその同期なんだけど、おさむら君と一緒に働いてて、一緒に受けようかみたいなノリで行って、2人とも受かり、いいね、ね、ただね、リーグ戦は俺 C2 優勝して、はい、C1 も2位でぴょんぴょんって、そう、あの上がってったんだけど、長村君はリーグ戦はあの初年度最下位かなんかで、あ、じゃあ下から2番目ぐらいかな、次の年も上がれず、なんかリーグ戦は全然ダメだったのに最強戦ポコン勝ったの、それでめっちゃ有名になって、でモンドとかも出たんですよ。俺はリーグ戦は上がるけど、なんかどこにも出れないみたいな。ちょっとそう、リーグ戦がそんなに重きを置かれてなかったと。いや、まあ別に変な話、 C2 だろうが B リーグだろうが、あんまりほら今でもそこまで、最高位ぐらい、そうそうそう、最高位とか A リーグに何年もいるとかじゃないと、もちろんあんまり関係ないんだけど、まあその年、当時はよりその、うん、もしかしたら長村君って結構見た目もシュッとしてて、なんかいつもビビアン・ウェストウッドのなんか服で固めてるみたいな、なんか個性的でかっこよかった。おしゃれだ。あ、そう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 、だからおしゃれ男子で、しかも最強戦勝ちました、うん、芋男子で、うん、まあ、リーグ戦は強いけど、なんか何も活躍してないバンドやってるよ。でもバンドはやめちゃったね。やめちゃったんだ。プロテスト受かった
で C2 勝ちました。で C1 行って、大学3年の夏ぐらいの合宿で、ごめん俺もうちょっと両方無理しんどいんでちょっと諦めようと思うんだみたいな感じになりました。なんか青春ですね。青春だったね。そう。え、そこからじゃあ麻雀一本になったんですか？まあ一応大学は行ってたけどね、うんうん、でもまあなんかバンドをやめて、だからギターの練習とかすごい時間かかるのよ、うん、もうなんか家でこうヘッドホンつけて2時間ぐらいずっとこうやってやってやるわけよここでこうもぞもぞやめません。いやもぞもぞ、もうちょっと、こうもうちょっと、じゃあこれだとほらベースのあのドリカムのベースの人みたいな。いやギターはもうちょっと下の方なんだけど、あ映ってるよ、映ってる、映ってる。だからこうやってずっと同じフレーズを、うん、もうなんか1時間ぐらいずっとねやるわけよ、うん、これ結構まあ音楽が好きだったから嫌じゃなかったけど、まあ、時間が取られるじゃん。でこの時間麻雀したいなって思いになってきちゃって、おこれやべえなってなるじゃん。熱意がやべえぞ、麻雀に向いてきた、ね、向きすぎちゃって、じゃあこれでこの状況でなんかバンド続けるっていうのもなんかみんなに不誠実だなと思って、すまへんってやめたんだ。終わりです。はい、そうそうそう、それが大学3年だね。3年の夏だ。そこから麻雀にのめり込み、確かにそこから麻雀をして、プロを続け、そうだね、タイトルを取り、ずいぶんはしょったね14年間あったよ、そこから14年だっけ、タイトル取るまで、初タイトル、そうそうそう、それ14年かかったよ。でもそこからすごくないですか、14年確かにかかったよ、うん、かかったけど、日本オープンからの飛躍がすごくないですか。うん、自分で言うのもなんだけど、すごい、すごいと思う。うん、俺すごいと思う、うん、ていうか、なんていうか、実力以上に結果がすごい、うん、多分俺と同じぐらい麻雀強い人はいっぱいいるけど、うん、ここまでタイトルがある人はいないと思う、確かに。すごい麻雀が強くて、うん、こいつは本当に強いんだよって言われる選手っていっぱいいるじゃないですか。いっぱいいる、いっぱいいる。でも、何百とか何千とか参加する大会の中で、うん、優勝って一人だけだから、うん、本当にそこに最後の1枠勝ち取れないと、うん、なんかないのと一緒になりかねないですよ。まあまあ、なんたら大会2位とかはあんまりゼロですよね。そう、経歴として書かないし、周りの人もあれとあれ2位でしたよねとか言わないもんね。惜しかったねは言わない。まあ言われるけどね、まあ、ただ決勝にいっぱい残るとそれはそれで強い何がなるけどね。なりますけど、それって本当そのだって決勝も4枠ですから、ね、うん、そうそうそう、何百何千の4枠ですよ。確かに、そこも本当行くまで、うん、もう大変なのに、ね、まあ、だからやっぱ本当は一番勝ちやすいっていうか、強かったら勝てるのはやっぱリーグ戦じゃない。リーグ戦は年間でじわじわかけて A まで上がって、強い人は A から落ちないし、何年かに1回決定戦いけるじゃない。だから、まあね、そう、居続ければ居続ければ、だから最高位がやっぱ最高戦にいる限りは最高位が絶対一番近いタイトルだとは思うんだけど、でもそうやって思うと金子さんってすごいですね。いや、化け物ですよ、それもレジェンドだからね、うん、うん、A リーグから落ちたことないんですよね。ない、1回もない。12枠しかないですよね、 A リーグでしょ、うん、まあ、12枠の2位落ちてくる。そうそうそう、毎年6分の1落ちると考えると何十年も A リーグは本当にすごいと思う。すごいですよね、本当にすごい、だから強い、強いんだよ。そうって言われちゃうと、でもリーグ戦落ちたら絶対弱いっていうわけでもないから難しいんだよね。違う違う、うん、あのまたすぐに帰ってくるから強いですよ結局。でも帰ってこなくなっちゃった人もいるから、ね、まあまあ連絡取れなくなったから連絡は取れるわ別に。でもそれも含めて、あ、やっぱり強い人が上にはいるし、うん、で村上さんは最後 の, その決勝の4分の1もちゃんと何度も引けてるじゃないですか、うん、決勝は決勝でやっぱちょっとそう、あの打ち方は変えてるけど、でもまあリーグ戦、もともとリーグ戦っていうか麻雀自体が勝ちやすく負けやすい打ち方をそもそもスタートから目指してるから、うんうん、まあ、そういう意味では慣れてるかもしれないね。そういう、なんだろう、ブレ幅マックスじゃないけど、今取ったタイトル数っていくつですか。最高位が3回で、クラシック2回でしょ、うん、で、まあ、最初に取った日本オープンね、うん、でそれから、まあこれはだからちょっと人数が少ないから言っていいか分かんないけど、モンドの、モンド杯1つ優勝した後、モンド王座1回優勝、うん、うん、その、そうだね、うん、ね、いやでも確かに結構異常なぐらい勝ってるかな。まあ少なくともこれが7年ぐらいの間でやってるから、